緊急一時保護の必要性をテーマにお話をさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはじめに東京会の取り組みについて東京会は動物との共生を考える連絡会の幹事団体として1999年の同感法改正時から緊急一時保護の必要性を訴え続けてまいりましたしかし残念ながら今日まで実現には至っておりません ところが前回の法改正で動物虐待罪が厳罰化され検挙数が増えたことで肝心の虐待を受けている動物を助けることができないそういった問題が浮き彫りとなりましたそこで次回法改正では緊急一時保護制度を必ず実現させるために当協会では2021年度から動物虐待の専門家や弁護士の先生方とと,ともに 緊急一時保護の必要性を考える検討会を開催し、実現化に向けて議論を深めてまいりました。今回はその議論の内容を中心にお話をさせていただきます。日本の現状の課題は、1、動物虐待事例、2、社内や屋内への置き去り、3、認知症など飼い主と意思疎通ができない状況、4、飼い主死亡や相続問題、5、 飼い主が法的拘束をされた場合など緊急保護が必要な場面にもかかわらず保護することができませんもし保護できたとしても保管場所の問題も付随して出てきますまた警察の捜査で一時的に押収保護されたとしても捜査が終了した場合飼い主が所有権を放棄しない限り虐待をした動物 ごめんなさい虐待をした飼い主に虐待をされた動物を返還しなければならないという別の問題もありますこれらの中で主な課題について説明をしていきたいと思いますまず動物虐待事例特に多頭飼育崩壊事案では多くの飼い主は所有権放棄を拒絶する傾向にありますまた実際動物虐待で起訴された保護団体や繁殖業者の一部も 所有権を放棄することとを拒否し問題となっていますこのように現場で怪我や病気で衰弱していたり死にかけているような動物を発見したとしても所有者の許可なく保護することができません社内や屋内での置き,なり置き去り事案では緊急の場合民間人でも民法698条 緊急事務管理で救助することは可能ですけれどもその場合ですねこのようにまず発見者から動物愛護行政警察に連絡をすることになると思いますその際すぐに対応できない場合その発見者の方がその動物の状態を確認できる獣医師を探してですねそして動物の状態を確認してもらいます そこで緊急保護が必要と判断された場合、最小限の損害に気をつけて対応するという流れになります。このように対応解決まで非常に手間や時間がかかります。また警察や消防が対応できたとしても保管場所の問題も出てきます。動物愛護管理センターで一時的で保管してほしいところですけれども、法的根拠がなく難しいのが現状となります。 飼い主が死亡したり認知症など医師疎通ができない場合は事件性の確認だったり遺族及び後見人探しや手続きに手間がかかりますここで実例を紹介したいと思います亡くなって約1ヶ月後に発見された高齢のご夫婦が飼っていた猫10匹が公営住宅に残された事例になります初動として刑事課が事件性の有無を確認し その間、現場保存のため、警察とご遺族しか現場に立ち入りができない状況にありました。また、ご遺族は遠方に住んでいたため、通うことも難しい状況にありました。それにもかかわらず、警察は猫の存在を関係機関等に連絡することもなく、ご遺族が市の福祉部局に連絡をするまで、さらに放置され続けました。 つまり猫は1ヶ月以上も新鮮な水も餌も与えられなかったことになります。またもう一つ問題として、ご遺族は相続を放棄するために司法関係者から猫の移動や世話などをしないようにと指示されておりました。それに見かねた福祉担当者が遺族の了承を得て業務外にしばらくの間餌やりをしておりました。 結局、本事例はご遺体発見から猫が保護されるまでの1か月,月以上かかっております。そしてこの時動物愛護管理センターは所有権を理由に協力を拒否しております。警察が介入している事件 の場合はですね、虐待事件の場合は、警察は家宅捜索時にできるだけ所有権を放棄させたり、放棄できない場合は、証拠として保護したりしております。その際、保護動物の保管場所として、動物愛護管理センターに依頼をしても、拒否されることが少なくありません。また、飼い主が所有権を放棄しなかった場合、飼い主が有罪となっても、その後、飼い主に返還を求められた際、返還もしなければ、 なりませんこういった課題、課題、問題をですね、解決するためには、えー、動物愛護管理センターが、まあ、一時的にでも保管できる緊急一時保護制度の整備と、飼い主による動物虐待の場合は、当該動物の使用を禁止する罰則が必要不可欠であると考えます。それでは具体的に、 緊急一時保護を実現するにあたり、どの法律に加えるのか、そしてその判断の権限をどこに与えるのかということをクリアにしていく必要があります。一つ目、どの法律に入れるかについてですけれども、最初から刑法に加えるのはハードルが高いと判断し、同愛法内に新設することが現実的だと考えております。そして二つ目の判断の権限については、 緊急性を要する事例が多いこと。同愛法第25条第7項で動物愛護管理行政は立ち入り権限を持つこと。虐待事件では警察が対応することが多いこと。そして児童福祉法を参考に動物愛護管理行政及び警察署が判断の権限を持った方が合理的だと考えました。そして同愛法内で新設するためには、 緊急一時保護の根拠保護条件保護保管場所保管期間譲渡などの処分条件そして一時保護後の虐待を受けた動物の取り扱いをどうするのかということなどを整理していく必要があります現行法第2条第1項に動物は命あるものと明記されていますしかし虐待及び疑いのある動物を保護するためには 動物は肉体的にも精神的にも苦痛を感じる感覚のある生き物であると定義する必要があると考えます。これは科学的にも証明されていることです。また英国の裁判で即死であれば苦痛を感じていないのだから虐待ではないというような判例があるため検討会では命あるを感覚あると並列で表記することが必要と考えました。 そして民法第85条にかかわらずと補足も考えておりますこの動物の定義は緊急一時保護の法的根拠の土台となるため非常に重要だと考えております一般飼い主による動物虐待事案も増えていますそのため第7条で動物の所有者または占有者の責任を強化する必要があると考えています そこで改正,法改正法案では動物の所有者または占有者の責務を強化し遵守すべき項目を増やしてより具体化することそして第7項の動物の使用及び保管に関する基準、えー、こちらは家庭動物の基準になりますけれどもその他産業動物展示野生動物実験動物の各基準にですね 動物福祉に配慮した内容を加えるべきだと考えておりますそして第4項の修正使用に例外規定を設けまして責務を遵守できないような場合は速やかに新しい飼い主を探したり所有権を放棄できるようにすることが必要だと考えております実際行政職員が現場に行った際この修正使用が足かせとなって 手放すすとといいいいうう選択肢を提示できないということもございます第25条第7項で動物愛護管理行政は現場に立ち入りする権限を持つことが記載されておりますそのため第4項に緊急の保護の必要性がある場合は動物愛護管理センター等で保護できる警察の捜査を阻害せず協力する協力することとする とと追記すすることを考えていますそして、第25条は、そもそも多頭飼育問題を前提としていたため、社内等への置き去りをはじめとする多種多様な動物虐待や不適切な使用管理に対応できない現状がありますので、その問題を解決するためには、施工規則第12条の2に不適切な使用管理の詳細を明記することも 必要だと考えております保管場所の確保のためには第35条の都道府県等の犬および猫の引き取りとなっているところを犬および猫等第44条第4項の愛護動物と改正し犬猫以外の虐待をされた動物を保管できるようにすることと 第一項の引き取りを求める相当の自由に飼い主の福祉の問題や多頭飼育問題等を加えることを考えております。そして原則センターでの保管としますけれども、虐待の対象となる動物は、えー、犬猫だけではなくフクロウやカワウソなどの事例もあることから、 センターの負担を軽減するため、センター等での保管が難しい場合は、信頼できる第三機関等に委託することもできるという記載も必要だと考えました。続いて、第37条の2第2項の動物愛護管理センターの機能、役割についてですけれども、第4項の引き取り譲渡対象がこちらも犬,だ犬猫だけとなっておりますので、 第35条同様にですね、犬及び猫等とします。そして第7号を新設しまして、緊急一時保護にあたる虐待を受けた動物、またその恐れのある動物の保管をしっかりと設けることを考えております。その際、しっかりと保管条件も設けることが重要だと考えています。えー、例えばですね、保管期間、 保管期間は2週間として、その間環境等の改善が認められ、保管料の支払いができた場合は、返還できること。改善が認められない、または保管料が払えない場合や、保管期間が過ぎた場合はですね、行政判断により適切な処分。これはまあ、譲渡処分なども含まれます。そういった対応ができること。そして保管期間を過ぎた後、 信頼できる民間団体等にも委託ができることなどを、えー、より細かくですねこういった内容をあの設定する必要があると思っておりますそして、えー、と同じく新設する第8号ではですねえっ、ー、と警察や福祉部局等からの委託を受けた動物の保管も明記し現在警察などからの依頼を断るという現状の問題の解決も図っていければと考えております 緊急一時保護はは所有権を直ちに奪うものではありませんしかし保管条件の中に保管期間を明記しそれを過ぎた場合や改善が認められないまたは保管料を払えない場合は行政が譲渡など適切な処分ができることとすることで実質所有権放棄につながるものと考えております最後に動物虐待で起訴された所有者・占有者から虐待を受け 虐待を受けた動物を守るためには、第44条に第5項を新設し、その飼い主から当該動物の所有権を剥奪する罰則というのも必要だと考えております。そして、可能であれば刑法第19条第1項に。第5号を新設し動物。 同愛法第44条の被害を受けている動物を追加するなど連動することも考えております。まとめです。以上の法改正案での、法改正案で可能となることは、1、虐待を受けているまたは可能性のある動物の緊急一時保護、2、動物愛護管理センターで原則保護、保護動物を保管すること、3、 保護された動物の使用環境が改善されない、または返還条件,条件を満たさない場合は行政判断で譲渡など処分ができること。4. 虐待をした飼い主の所有権を剥奪することができることが挙げられます。緊急一時保護制度を設ける意義としては、虐待を受けている動物を速やかに救護できるだけではなく、公衆衛生の改善、家屋等の財産の保護、 飼い主及びその家族の福祉の改善、地域住民の環境及び精神衛生の向上、一層動物による人間や物への危害を回避すること、動物愛護行政と警察及び多機関等の連携強化などが挙げられます。つまり動物を守るということは、人の福祉、環境を守り、公序両俗にもつながるものだと考えております。 最後に、同愛法は議員の先生方のご尽力により改正のたびに発展してきております。人間のための法律から2012年改正時に人と動物の共生する社会の実現が目的となり、人間だけではなく動物のための法律への基盤が作られました。そして先の法改正により虐待事件の摘発が増え、虐待を受けた動物を助けることができないという課題も浮き彫りになりました。 そのため次回法改正では、いよいよ動物を守るための法律により発展させていただきたいと思っております。それにより、人も動物も幸せな社会を構築し、日本にも動物を守る法律があると宣言できる日が来ることを願っております。ご清聴ありがとうございました。